はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、 This is a Police をやっていきたいと思います。以前、ちょっとだけね、プレイをしたんですが、当時はですね、日本語版がなく英語版で、プレイした後に字幕を僕の方で、つけていたんですけど、それが非常に手間がかかってしまってですね、プレイの方が完全に頓挫をしてしまっていました。楽しみにしていただいていた方、本当に申し訳ありませんというところなんですが、実は今回ですね、この This is the Police が日本語化されてましたっていうのをですね、踏まえ、今回またちょっと一からですね、しかも今回はしっかりプレイをやっていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひぜひ、お付き合いをですね、また懲りずにしていただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速プレイの方していきましょう。コンティニューにすると4日目からにプレイがなってしまうので、今回はもうニューゲームで1からね、プレイの方はしていきましょう。初めて見るよって方もいらっしゃると思いますんで、ちょっとここからはね、また英語版を見ていただいた方には重複する内容にはなるんですが、全部見ていきたいと思います。では早速仕事に行きましょうということなんですが、そもそもこのゲーム何なのっていうところなんですけど、ある警察署長が、その善悪いろいろやりながらお金を稼ぐと、横領する、あるいはその裏金を作るみたいなね、そういうゲームになってますんで、ちょっとダーク的な要素もあるかなと思うんで、ちょっとそういうのが好きな方にはたまらない内容になっているんじゃないかなというふうに思います。では早速仕事に行きましょう。これは警察署長の仕事に行くっていうことですね。When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the この辺りもね、一つ一つ日本語訳して字幕をつけていたんですけど、すごくやっぱり楽ですね。こうやって見てるだけで、その内容がね、皆さんにも分かってもらえるし、僕もよりディープなところまでわかるんで。この真ん中にいる円形脱毛症の初老の男性が僕というか、警察署長ですね。I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes as tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. さあ、おはようございますということですね。ここからは記者会見になります。で、どんな記者会見の内容なのかっていうのは、この後進めていけば分かりますので、進めていきましょう。昨日、市庁舎よりあなたの辞任が正式に発表されました。このニュースはあなたにとって驚きでしたか？それとも事前に知らされていたのですか？この選択肢がなかなか面白いんですよね。驚きだった。市長から聞いていた。
クソ市長の考えそうなことだ。それを聞いて何になる。どうかな。これ自分だったら、まあ市長から聞いていたって言うだろうな。さっきの流れから言うと、正直なところはね。どうしようかな。ただクソ市長の考えそうなことだってね、言えるものなら言ってみたいですよね。なのでクソ市長の考えそうなことだにしましょう。ロジャース市長は不名誉で堕落した政治家です。私を辞めさせる機会をずっと待っていたんです。これなかなかの対決姿勢だな。ここまで言うのってなかなか勇気がいりますよね。逆に、で、次期の所長が誰かご存知ですか。まあこれなんてもう自分の後釜なんてどうでもいいですよね。どうでもいい。自分が辞めた後のことは関係ありません。葉巻を増やしながらジャズでも聴いて引退後の生活を楽しむつもりです。自分の後任が誰かなんて正直全く興味ありませんね。いや、なかなか痛快な男になってきたぞ。これ自分の立場だったらなかなか言えないけど、本心を完全に言い放ってくれてますね。最近の汚職スキャンダルで副所長のフランシス・ケンドリックは辞任を考えていましたね。仮に市長が所長の椅子を彼に勧めた場合、彼は辞任を考え直すと思いますか。いや、ここのフランシス・ケンドリックっていう人物が何者か全くわからないからな。まあでも汚職スキャンダルの内容にもよるよな。辞任を考え直すとも、まあこれもどうでもいいよな。どうでもいい。それは彼が決めることです。彼に聞いてください。まあその通りですよね。ケンドリックは方面となりましたが、今でも多くの人は警察がマフィアとつながっていると思っています。この件に関して何かコメントは。はあ、なるほど。ケンドリック副所長はマフィアとのつながりをスキャンダルされたわけですね。まあどうなんだろう。マフィアとも少なからずつながりがある可能性はありますよね。ノーコメントだな。あなた方の質問にはできるだけ答えるのが私のモットーですが、この件に関してはノーコメント。あなたの引退にはあなたと市長の個人的な関係が関係しているのでは。もちろんって言いたいけど、まあでも実際個人的なっていうよりかは、まあその市長の政治的な思惑とかがおそらく絡んでるんでしょう。まあそれはないだろうな。で、あなたの引退にはあなたと市長の個人的な関係が関係しているのではっていうのに関して、それはありえません。ロジャース市長はプロ意識が高い人です。だからさっきと全く真逆のことを言い放っているあたり、なんかちょっとこの所長も危ない感じがしますね。さっきはだって汚職政治家だみたいなこと言ってましたよね。いやー、なかなかな。記者会見だったな。さあ、これは自分の執務室に入ったのかな。全身白ずくめってなかなかだな。
never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. まあ、ロジャーズからしたらね、堕落した政治家だと言われてますからね。さあ、こっから180日間の戦いが始まりますね。80日間というと、まあ約半年ですよね。この半年間の間にこの市長との対決があるんだろうか。トロイ・スターだな、このロジャーズ市長の右腕的存在は。もうやっぱり自分の後釜は市長の息のかかった人間だな。これはさっき市長から右腕的存在として紹介されたスターだな。お楽しみのところ申し訳ないな。というところで、2日目に入りますというところで一旦ここでね、終わりにしていきたいと思います。まあ、2日目の内容に関してはですね、まあ実際の警察署長としての仕事の内容とかもこの後詰めていくことになりますので、まあ、1日目はね、導入部分というところになるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ2日目の方もこのままお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。